会にいらっしゃった皆様を心から歓迎いたします。時間になりましたので、ただいまより2022年1月30日太鼓週数日礼拝をお捧げいたします。では心を整えて、前途のうち敬虔な心を持って主の臨在を待ち望みましょう。Oh.
続きまして、指導信条をもって私たちの信仰の告白をいたします。その後、イエス様が教えてくださった主の祈りを祈ります。前方のスクリーン、もしくはお手持ちの手話の裏側に載っておりますので、ご参照ください。手でない、じゃあ主をご参照ください。主導神道、我は天の造りの主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手が取り、乙女マリアより生まれ、本手をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちより生み返り、天に昇り、全能の父なる神の右に差し下がり、私と呼び立てて、生きる者と死ねる者とを裁いたのは、我々は聖霊を信じて、聖なる行動の広がり、聖霊との交わり、罪の許し、体の蘇り、おこしへの命を信ずる。アーメン。主の祈り、天に増します我らの父よ、御名の僕は皆を崇めさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の家庭を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく同じのものなればなり。アーメン。では司会者が礼拝のためにお祈りをさせていただきます。心を合わせていただければ幸いです。お祈りいたします。ハレルヤ、今も生きておられ、いつも私たちと共にしてくださる愛する天の父なる神様、お名前をあがめ褒めたたえます。神様の恵みの中で1月の最後の週を迎えました。1月もここまで守ってくださり、共にしてくださって、心から感謝いたします。相変わらず止まらないコロナの感染が毎日増えていく厳しい世の中ですが、このような不安な状況の中で礼拝者としてこの場に招いてくださり、ありがとうございます。この時間出会いする私たち一人一人が心を尽くして主を呼び求め、神に栄光と喜びと感謝があふれる出会いになりますように、どうぞ助け導いてください。今日も強い聖霊様の臨在の中で、賛美と祈りと御言葉の中で主にお会いできますように、助けてください。愛する天の父なる神様、今この時間すべての私たちの思いあつらいを主に下ろします。聖霊様、私たちの一人一人の心に入ってくださり、強く働いてくださいますようにお願いいたします。神様、これから御言葉を伝えてくださる野町先生の上に、神様の力強い御手で支えてくださり、豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を聞く私たちの心の扉を大きく開いてくださり、
鈍い私たちの霊の目と耳が開き、神様のことを今日もよく分かりますように助けてください。愛する天の父なる神様、今日も主を主体求めてきた一人一人の家に神様の豊かな御恵みと祝福がありますようにお祈りいたします。すべてを主にお委ねし、尊い私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。続いてもう一曲を賛美出しましょう。賛美歌121番を賛美出します。皆さんおはようございます。短くお祈りしていきましょう。天のお父様、
1月最後の日曜日の朝を迎えました。ここまでの歩みをあなたが守り導いてくださったことをありがとうございます。神様、今それぞれのところからこのところに呼び集められ、そして共に集うことが許されております。どうか神様、私たちの心の中をご覧ください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道へと、喜びと平安と愛にあなたの方へと導いてくださることをお願いいたします。主よ、あなたの御言葉を聞かせてください。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。ありがとうという言葉があります。ありがとうとごめんなさいが言えると、とても本当に素敵な人生が生きれるかと思いますが、ありがとうと言えるためには、それがありがたい、ありえないことなんだということが認識できなければできません。ありがとうの言葉を漢字で書きますと、あるという字に難しい、がたいという形、ありがたいことがありがとうであります。神様は実にありえないこと、とんでもないほどにありがたいことをしてくださる、いやしてくださった方です。今日ぜひ皆さんと一緒に分かち合いたいこの言葉、ヨハネの福音書3章16節は、誠にありがとうの原点となっているような聖書の言葉であります。神は実にという、そこから始まっていきます。天地を作られた神様、三位一体の神様、人となられた神様、そんなことを覚えておりますが、そのような神様は実に本当にありえないことをしてくださった、本当に考えられないほどありえない、なぜそのようなことまでするのかというほどのことをなさってくださったのです。その一人子、これがイエス様のことです。愛する一人息子、その一人子がいなくなってしまうと他に子供がいないということです。たった一人の、英語の聖書では One and Only という言葉が使われます。たった一人の、そしてその子だけしかいない、その一人子です。本当に大切な大切な愛する愛するその一人息子をお与えになったほどによう愛されたと語られます。これだけは覚えておきたい聖書の言葉100、この本を強くお勧めしておりますが、今日のところはですね、ヘンリー・ムーアハウスさんという方の体験談が語られております。ちょっとこの本の本文を読んでいきます。ヘンリー・ムーアハウスさん、皆さんご存知でしょうか。とっても悪い人でした。ろくでもない人です。ヘンリー・ムーアハウスさんは16歳ですでに博打打ち、ならず者の頭で、まあ、日本で言うならばヤクザの親分、泥棒でした。すでに博打打ち、ギャンブルばかりをして、ならず者の頭で暴力的で、そして詐欺的で泥棒でした。しかし1859年、伝道集会を通じて自分の人生をイエス・キリストに捧げ、まもなく情熱を込めて心から福音を語り始めました。とんでもない人だったんですけども、でもイエス様のお話を聞いて、神様の、愛なる神様のお話を聞いて、そして人生が変えられたんです。そして
心を込めて、情熱を込めて、福音を、聖書のメッセージを語り始めたというのです。ヘンリー・ムアハウスさんの大好きな聖書の言葉は、今日のこのヨハネの福音書3章16節です。1867年のある日、アイルランド、イギリスの横ですね、アイルランドで世界的に有名な福音伝道者D.L. ムーディーに会いました。ムーディーさんはご存知でしょう、はい、あの D.L. ムーディーさんにこのヘンリー・ムアハウスさん、この時出会ったんです。そして厚かましくもシカゴにあるムーディーの教会でメッセージをさせてほしいと頼みました。しばらくしてムーディーが旅から帰ると、なんとムアハウスさんがすでにいて、メッセージを始め、大勢の聴衆を集めていることを妻から知らされました。奥さんがこう言うんです。ヨハネの福音書3章16節から2回もメッセージしてくれたのよ。ムアハウスさんのメッセージはあなたのとは少し違うけれど、聞いたらきっと納得するわ。それはどんなこと？それがね、神様は罪人を愛しておられるのと教えているのよ。神様は罪人を愛しておられると、そう教えてくださっている。ムーディーは疑わしいと思いました。待って、この時のムーディーさんは福音的なことです。ムーディーは疑わしいと思った。その夜、ムーアハウスの説教を聞きに出かけました。その若い男は講壇に立ち、ヨハネ福音書3章16節を開いていただくと、そこに今日の説教の原稿がありますと語りました。ムーディは後に次のように回想しています。思いを巡らしています。その時のこと、彼はムーアハウスはあの聖句から驚くべき説教をした、驚くべきメッセージをした。あの時まで神様がそれほどまで人間を愛してくださっていることに私は気づかなかった。頑なな心が溶け始め、涙があふれた。それはまるで遠い国から届いた本当に嬉しい知らせのようで、私はただただそのメッセージに酔いしれた、とムーディーさんが回想しているんです。なんとムーディーさんのこの福音信仰に大きな影響を与えたのがこのヘンリー・ムーアハウスさんなんです。そしてムーディーさんの影響を受けたフレデリック・フランソンという人が日本に宣教師を送って、この私たちの教会ができています。ヘンリー・ムーアハウスさんというですね、人が福音によって変えられた人が、さらに多くの人たちに感化を与えて人生が変えられていく人たちが次々と起こっていた。ムーアハウスさんはヨハネの福音書3章16節から毎晩メッセージをしました。それを聞いたことで D.L. ムーディの人生は大きく変化しました。あの毎晩の夜のことを私は絶対に忘れない。以前は違った教えを、以前は違ったメッセージを説いていた。でもあれ以来、神様についても人についてもさらに力強い教えが与えられたと回想しています。ムアハウスさんはやがて病気になりました。そして死を目前にして集まった友達にベッドから語りました。もしも御心によって起き上がることが許されるなら、私はこの御言葉からメッセージをしたい。神は実にこの世を罪人を愛されたと。皆さんお聞きになっていらっしゃるでしょうか。神様が愛されたのは世と書かれていますが、世というのはならず者しかいない人たちがそこに住んでいる。つまり世というのは罪人のことなんです。神は実にたった一人しかいないその愛する息子をお与えになったことに、ろくでもない罪人を愛されたんです。私たちは自分は立派だと思っているかもしれません。自分は愛のある人で正しく美しく真面目に誠実に生きていると勘違いしているかもしれません。しかし神の目から見たら、みんな罪人なのであります。心の中には自分のことしか考えていない。自分さえ良ければそれでいいと思う、どこでもでも自己中心なもの、神を神とも思わず、まさにならず者、ろくでもない人であります。
言葉においてどれだけの人を毎日殺しているでしょうか。心の中でどれほど神が喜ばれない邪悪な思いを抱いているでしょうか。しかし今日そんな私たちに神様はもう一度語ります。神は実にその一人子をお与えになったことに、世を罪人のあなたを愛された、それこそが実にありがたいことです。ありえないことです。本当にありがたいことであります。神様が大切な愛する一人息子を与えてください。愛されたというのは、愛するというのは最も大事なものを与えることを意味します。そしてここでは本当にありえない愛を表現するためにアガペという言葉が使われています。本当に条件がつかない、本当に罪深いもののためにも惜しげもなくその一番大切なものを手放すことができるほどの愛なのであります。その独り言は最も大切な、最も大事な愛する一人息子イエス様のことです。お与えになったほどに、愛するという言葉は動詞です。 Love is action と言われます。愛は行動だと言われます。天のお父さんはクリスマスに天からこの世に愛する一人息子を遣わしてくださいました。罪人たちの手へと引き渡してくださいました。ならず者しかいないこの世に遣わしたら十字架の死が待っているだけでした。無残に殺されて、晒し者にされて、そしてイエス様は、愛する一人息子は地獄に至る苦しみを味わってくださったのであります。それほどまでに神はあなたを愛されたと聖書は語ります。ビリー・グラハムというメッセンジャーがいましたけれども、もう天に行かれましたが、よくこんなメッセージをしていました。全世界を、全宇宙を乗せることができる大きな大きな天秤があったとします。仮に一方にあなた一人が乗ります。一方に全世界を、全宇宙を乗せたとします。神様の目にどちらが価値がある重い存在でしょうか。聖書は語ります。あなた一人の存在の方が全世界よりも、全宇宙よりも重たい、価値がある。世界を天秤にかけてもあなた一人の価値が重いというのです。なぜかというと、愛する一人息子でさえもこちらに天秤に乗せてくださり、私たちのために与えてくださったことなんですから。私の目にあなたはこう置かれたと、私はあなたを愛していると罪深い私たちに主は語っておられます。それほどまでに神様がありえないことをしてくださった目的があります。その後の言葉です。それはという言葉からその後続く言葉は、なんで神様がそこまでありえないことをしてくださったのか、その目的、理由が語られています。ありえない犠牲を払ってくださった、そこまでして愛してくださった理由が記されていきます。それは御子、これはイエス様のことです。御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく、イエス様を信じる者がどんな罪深いものであっても滅びることなく、永遠の苦しみ、地獄に落ちることなく、永遠の命を持つためであると語られます。それはイエス様を信じる者が永遠の命を持つため、神様は大きな大きな犠牲を払って私たちに天国へのパスポート、天の国籍、永遠の命を無償でプレゼントとして、私たちがそれを持つことができるためにこそ、
神様はあなたを罪人のあなたを愛されたと語られています。私にも一人息子が与えられております。でももしこの一人息子をろくでもない人のために与えるなんてことを考えたらとてもできません。とてもできません。大事な大事な愛する一人息子でありますならば、その子供を犠牲にするほどに愛するということは人間的には不可能でしょう。でも神様は本当にそんなありえないありがたいことをしてくださったんです。一人っ子のご家庭がいらっしゃるでしょう。その子しかいない。その子がいなくなったらもう家の中に子供がいなくなってしまう。その一人を罪深い人のために犠牲にすることできますか。大好きな愛するその大切な子供を誰かのために、しかも立派な人じゃなくてろくでもない人のために、その子の命を誰かに捧げることできますか。できませんよ。立派な素晴らしい人がいたら、その人の身代わりに、あるいは誰か本気で捧げる人がいるかもしれない。でも誰が罪深いろくでもない愚かな誰かさんのために一番大事なものを犠牲にすることができるでしょうか。今日のメッセージの題は愛なる神と書きました。神は愛ですという言葉がありますが、まさに神様は愛なる方なんです。神様はあなたを愛しておられます。あなたがどんなに罪深いことをしていたとしても、どんなに汚れていたとしても、どんなに自分勝手で自己中心であったとしても、どんなに取り返しのつかない過ちや失敗や挫折を経験し続けていたとしても、神様はその全てをご存知で、それでもなおあなたを愛してくださいました。その一人子をお与えになったこと、ムーアハウスさんはこんな言葉も残しております。友よ、この1週間神様がどれほどあなたを愛しておられるか懸命に伝えようと努力したが、僕の拙い舌の動きではどうしてもうまく伝えられなかった。僕がヤコブのはしごを借りて天国に行くことができたなら、全能の神様の前に控える天使ガブリエルに尋ねてみようと思う。父なる神様、天のお父さんはどれほどこの世を愛してくださっているのかと。天使ガブリエルの答えはこれ以外にないだろう。神は実にその一人子をお与えになったほどに、ようあなたを愛された。私たちは本当にこの愛を深く深く知りたいと願います。聖書の中の聖書と呼ばれるところです。こんなに分厚い聖書なんですけど、本当に削って削って一番大事な聖書の箇所を一つ残すとするならば、このヨハネ3章16節と言われます。神様は実にただ一人のその子しかいない愛する一人子をお与えになったことに、罪人の私を、罪人のあなたを愛されました。それは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく、どんな愚かなものであっても滅びることなく永遠の命を持つためであります。実に聖書はどうしたら永遠の命を持つことができるのかということのために
書かれております。神様はあなたを愛するあまり永遠をあなたと共に過ごしたいと願っておられるのです。それぞれお祈りの時を持っていただけたらと思います。目を閉じて、そしてこのヨハネ3章16節の言葉を繰り返し思い返していただきたいのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう罪人を愛された。それは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それぞれに言葉に出せる方は言葉に出して、心の中だけでも結構です。神様の前に正直な祈りを伝えていけたらと願います。よろしくお願いいたします。
主が私たちの心を変えてくださるなら